じゃあまずね、一番で僕が獲得した食材を紹介していこうと思います。一番使えるのはやっぱこれウインナーですかね。あのベーコン取れなかったんで、その代わりにウインナーでやろうかなと思っているのと、まあ、じゃがいもはあの多分基本的に何でも合うだろうという発想から取りました。でこちらで塩コショウ味付け、まあ、料理酒もまあ、 あのどういう場面で使ったらいいのかよく分かんないんですけど、あのまあ多分使えるでしょうということで、アルコールみたいなものは多分あの炒めてしまったら飛ぶんで、でまあこのネギですね、ネギも多分何にでも合います。これは困ってんのがこいつらですね、マスタードとマヨネーズ、これはちょっとどうしようかなって思ってるんですけど、まあ何にでも合うでしょう。でもこれもマヨネーズですから。でチキンラーメン、これは多分バラバラに砕いて入れたら合うと思うんですよね。ツナコーン、ツナコーンもまあ何でも合うでしょう。俺コーン嫌いなんで、あんまり自分では食べたくないんですけど、まあ何でも合うでしょうって。だから意外といい感じに作れるんじゃないかなと思っております。はい、では早速作っていきたいと思います。でも冷静に考えたらジャガイモ入ってるチャーハンなんか見たことないよな。でもそのアスカ君はもうそもそも料理自体が結構得意だと思うんですけど、あのナツ君とミヤビ君に比べたら僕も多分まだ自炊する方だと思うんで、なんかこっちから見てるとすごいできる人みたいですね。あの形から入るタイプなんで。キッチンが素晴らしいから。まずはね、ちゃんと手を洗わないと。じゃがいもだけ洗っちゃいましたけど。どうしようかな、じゃがいも。まあチャーハンに入れるんでちょっと小さめに切っていこうと思います。手際いいっすね。いや、このじゃがいもねちょっと柔らかくしようと思うんで、ラップかけてレンチンしようと思います。おう、この間にじゃあウインナーも細かく、これはまあ、あのドラフトでベーコンがまあナツ君に取られちゃったんで、それの代わりですね。まあ、魔王のね、味覚がね、どういう感じなのかっていうと、あのまあやっぱり言うてもその他人のことなんでわからないんですけど、あてなく一緒に食べて、でも割とその魔王の味覚がお子ちゃまだっていうことは知ってて、自分で言ってたんですけど、あのハンバーグとかカレーとか子供が好きなもの大好きなんで、カレーってことはまあウインナーも好きだろうと。チキンラーメンもじゃあ粉々にしますわ。おお、最近ね、片手で割れるようになったんですよ。ああ、すごい。これこそアスカ君が片手で割ってんの見ててかっこいいなと思って、何かっこつけてんだこいつ、ムカつくなと思って俺も練習したんですよ。じゃご飯いきます。ウインナーも行きます。もう中火ぐらいで、ちょっとずつペース上げないともう分かんないんで、行きましょう。忘れてたわ。行きましょう。うわー、まずそう。単体はうまそうだけどね。そう、俺嫌いなんよ。あ、でもまだうまそうよ今のところね。そう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 、子供が食べそうな、うん、色合いもね、いいのよね。綺麗だよ、割と。あの、じゃがいもとソーセージ入ってるんで合わないことないと思うんですよ。
ネギはもうね、何にでも合うんだよ。これでいいでしょう。できました。じゃがいも、ソーセージ、ツナの、しょうま特製チャーハンでございます。いただきます。勝ったな。勝った、はい、絶対勝った。じゃあ僕の、獲得した商品マグロです。マグロとサバ、キャベツ、もやし、ポテトチップに、まあ、ベーコン、調味料に、ごま油と生ニンニクとトマトケチャップで、最後にトリッキーなこのタイカレー、これが多分肝になると思うんですけど、これを使って料理していきたいと思います。まずやっぱ手を洗ってね。珍しい手洗って、うん、珍しい。そう、これいつもちゃんと手洗うの。普段絶対洗わないよ。そしたらまずやっぱ米先にレンジレンチンしとく、うん、ちょっとなんかやっぱベチョベチョになったらこうチャーハンってパラパラ美味しいと思うんですよ。なのでちょっとこれは完全に、はい、それじゃあ早速具材を切りましょう。これは使わないと思うんだよな。スピードはないけど確実に怪我しないように大事ですよ。これなんて言うんだっけ、猫の手。はい、さあベーコン、ベーコンも切りやすいようにしたい。サバももう、サバ缶とか開けたことある？ない。いや、めっちゃサバ缶の匂いするんだけど。これですね、カレー。よいしょ。めっちゃカレーやばこれ。めちゃくちゃカレーなんだけど。もやしか、もやしもまあ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 、もやしも食べやすいよ。このポイントはこう、なんか温めすぎてしなしなにならないっていう感じですね、今回は。なるほど、食感は残す、食感も楽しみながら。なるほど。あと、マグロ、いや、食うんかい。うまっ。でも言うてさ、これサバと同じ魚だから。うわ、ね、そう、別に合わないよ、ちょっと合わないよね。もうでも、もんじゃ焼きの具みたいになってる。はい、ケチャップの使いどころ、この溶き卵にケチャップを混ぜて。マジか。いや、えぐいぜ。やばいな、これ卵に全て凝縮して、変なやつは卵でどうにか炒めながらさ、カレーが入ってケチャップが入ってべちょべちょつくよりは卵に全部こう凝縮させて、はい、ご飯。肝はあれですね、これご飯の温めすぎないで、うん、パラパラなんですね。そう、なるほど、本格の。そう、本格の、ちょっとパラパラすぎるかもしれない、うん、油つかないでこれですね、ごま油。これで、これ一回聞いたことあるんですよ、これですね、その中華の料理人に、はい、聞いたことあるんですけど、テレビで見ただけなんですけど、強火で一瞬で やるのが一番いいっていうのを聞いたんで、強火でいきたいし、ね、これはきついよ。めっちゃこぼれるけど、お好み焼きだね。具材がお好み焼き、お好み焼きだね。これもチキン、カレー風味、うまそうじゃない？いやーまあそうね。まあね。いやーまあね。
お、ここで、ここで卵。ご飯の前に入れちゃうとご飯がベチベチになっちゃう気がした。そうですね。はい。なんかすごいね、なんか…もんじゃみたいな。もんじゃですね、こういう感じ。卵からやった方が良かったのかな、もしかして。いや、どうだろうな。卵でやってさ、ちょっと形を作ってからでも良かったのかな、みたいな。匂いはね、悪くないよ、この味。うん、ゴーヤチャンプルみたいな感じチャンプルだね、確かに、うん、はい、でここでご飯カチカチ硬ない米米硬すぎん。あ、でも匂い良くない悪くなくない。うん、匂いはいい感じ、ね、結構いいね、ガッツリいくね。ちょっとベチャベチャになっちゃってたんですけど、まあ、これで完成です。これで完成。はい、はい、最後に、はい、ポテトチップス完成しました。はい、料理麺夏スペシャルガーリック、色とりどりチャーハンですはい、どんなチャーハン、ものが入ってます。はい、まあ、あんま食いたくねえなそんなもん食わせんなよ。はい、というわけで、3番手みやびチャーハン作ります。はい、待って洗いますまずあれだね、商品の紹介するんだね。みやびの食材が一番結構初期っていうものが多いから。まだからまさにというわけで食材紹介が、醤油、人参、玉ねぎ、ピーマン、まあ、この辺までいいですね、まあ、わさび、味の素、青じそ、チーズ、レタス、ここまではいい感じのレタスチャーハン作れそうなんですけど、最後にこの納豆とプリン、これをいかに、アクセントにするかですね。はい、そうですね、メインに使うだけでもまだ納豆が入るね。たまねぎの皮ってどうやって剥くの。マジか、マジか、キューラーで抜かし…違うよ、嘘だよ、違うよ。アドバイスいただきましたじゃないと進まなそうなんですすごい、左手が怖いんだよ、ね、怖いねいや、まあ、その気にせんと思う次はどうしようかな。卵を。ちょ、聞いてうっさいな、ほんま。わかとるわ、ほんま。このチーズをさ、オムレツ作るときみたいな感じで。そん中にぶち込むの。ちょっと。うん。いや、だって使わなあかんからね、絶対。あ、本来プリンは大元をたどれば卵やったから、まあ、使うならここかなと思って。うん、ああ。醤油。やっぱわさびは醤油と一緒。醤油多くない？言ったらあかんから。いや、これかける量で調節するかな。青じそにしか、わさび。いや、もう使うタイミングはここやな、絶対。ほんと。やばいから、もうちょい息やれないよ、俺。納豆はでも僕大好きなんで、これで、ね、ちょっと。あれこれ、どれが正解なの、これも。どれがいい葉っぱやね。音はね今のところね、不安要素一はね、ピーマンのヘタが入ってったところ不安な要素なんだよね、うん、それやばいね、ピーマンのヘタが1個入ってたね、うん、ここで味付けと、うん、ここで米投入、
くみたいな感じで。あ、そうだね。めっちゃ嫌い。がっつり炒めた方がいいかもね。とりあえず。行きますね。行きますね。なんか違うものになってるね。ビビンバやんな、うん、石焼き。あ、そうだね。どっちかってそっちだよね。なんかチャーハン感はちょっと消えてきてるね、うん、はい、できました。石焼きビビンバ風みやびチャーハン、いただきます。Thank you.